合唱コンクールとは、学校や企業、音楽業界などによって行われるイベントの一つで、いくつかの合唱団がそれぞれ歌を演奏することによって優劣をつけるものである。学校によってやり方などは大きく変わるが、一般的にはクラスの中で指揮者、伴奏者などを決め、曲を1から2曲歌い歌唱力を競う。そんな合唱コンクールにありがちなことを紹介していきます。一学期も終盤に差し掛かり暑く感じる日も増えてきた頃、話題になるのは。ねえ、今年って合唱何歌うの？そうですね。それでは、今日は合唱コンクールで歌う歌を決めましょうか。はい、虹がいいと思います。あなたへも捨てがたい。私はインテラパックスがいいな。正気？そう、合唱曲決めである。コンクールなんてやってられっか。てか誰？このやりとりもありがちである。いや、クラスに溶け込めてなさすぎだろう俺。あ、そうだ、今回男子生徒役がいないから派遣したんだった。お前は？カタツムリは妖精なので。あ、そう。関心なさすぎて草。ということでこのクラス唯一のオスが君だからね。なんか週末のハーレムみたい。それが言いたかっただけだよな。あ、彼は狼坊やくんです。イボを見せる気を。この動画以降出る予定ないけどね。あ、でも人気だったらたまに登場するかも。で、曲はどうするの？多分だけどあなたへは人気出るから変えた方がいいかもしれない。そうかな、なら私も虹で。あとインテラが難しすぎるのでやめた方がいいと思います。そっか、なら君と似た海で指揮者と伴奏者も決めないといけませんね。誰かピアノ弾ける人はいないのか？絶対一人はいるはずだから探し出せ。あ、確かアジサイはピアノ弾けるよね。春のクラス替えで一人はピアノを弾ける人がいる。一人しかいない場合、忙しくても曲が難しすぎても弾かなければならない。っていうことで伴奏者が決まりですね。あ、じゃあ指揮者やります。指揮者は今日が休んでいるマンドリル君にしてもらえますか？マンドリル君って誰？こいつらクラスメイトを把握できてなさすぎだろ。てか教師としてこいつはどうなの？指揮者の曲を決めましょうか。今のところ虹が二人、君と似た海が一人だね。あ、私もルダウがいい。お願い難しいやつはやめて。虹が多いし、第一希望は虹でいいね。で、第二希望はどっちにするんだ？俺的には君と似た海の方が好き。それじゃ、君と似た海ね。そして月日は流れ。曲決めが始まる。今、1組はあなたへ、3組がインテラ、残るは虹か君と似た海だったはず。君と似た海は嫌だ。君と似た海は嫌だ。難しすぎて弾けない。ほう、君と似た海は嫌なのかね。君と似た海は嫌だ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 。あかし。虹が苦手なやつ忘れてた。補足、アカシとはフランプールというロックバンドによる曲である。この合唱は様々な編曲があるが、今回は2011年 NHK 全国音楽コンクール中学校の部の課題曲となった編曲のものである。そして、待ちに待った夏休みの到来、部活や遊び、勉強など思い思いに過ごせる素晴らしい日々だ。しかし、夏休みの間にしなければいけないことがある人がいる。伴奏者だ。よし、練習しないと。夏休みまでに弾けるようにならないといけないからな。とりあえず譜読みしてっと。止まっちゃった。ま、一日目だしね、しょうがないしょうがない。3日後。よし、今日も練習しよう。簡単なところは昨日少し練習したから大丈夫っしょ。はいはい、オッケーオッケー。いや、私うますぎて馬になるわ。合唱の時に弾けなかったら哀れみの目を向けられるか村八分にされるからね。弾けないものに待つのは哀れみの目か村八分。ここら辺までは大丈夫。まあ、私ピアノ常連だしか近くなんですよね。世界的ピアニストの私だしこれは金賞間違いなしんぐ。補足、証はサビが難しい。ちょっと待って、なんだこれ。明日から練習始めよ。1週間後。やばい難しい。いやこれ指足りないよ、動かないんだけど。あ、間違えた。いやさすがのピケナの私もこれには苦戦。もう一回。あ、弾けない。あ、そこ行きますよ。伴奏者、発表。2週間後。伴奏者、悟りを開く。そして2学期が始まって少し経ってからのこと。なんで一人でいるのかって、みんな音取りしてるからですよ。弾けても結局村八分。それから1週間後。ということで、今日はピアノと合わせてみてね。今日もマンドリル君が休んでいるけどなんとか頑張って。それはきつくない？まあまあ、一回合わせてみようよ。話はそれからだぜ。それじゃ、弾きます。
ただ引き込む操作心でつぶやく僕が僕の夢へと君は君の夢をが入るところでなんか歌ってない人がいるんだけど。私は歌ったぜ。男子科目、姉ちゃんと歌ってよ。歌ったけど。ふざけんな、私たちは本気で歌ってんだぞ。処刑だ処刑。言葉のリンチ。このど畜生が、対応の差が。ま、もう一回さっきのところから。ちょっと誰か音程ずれてね。テノール死んでた。さっきは大丈夫だったということは。あ、先端はさらされる。っていうことで放課後居残りしてね。強制個人連。何層も残ってください。え？放課後。狭い個室、男女が二人、何も起こらないはずがなく。ごめんなさい、ナレーションさんちょっとふざけないでもらえるかな。すまぬ。と、じゃ、始めるよ。当たり前の。うん、口パクの方がいいんじゃない？でしょうね。でも家とかで音取りしてきてね。できたらやる。いややれよ。音痴は口パクするか猛練習するかの二択。本番まで2週間。口で、初めて気づく。寂しさ噛みしめて歩み出す勇気がいて溢れ出す涙が君を大嫌いに責めれば俺が大変か気づくけど俺は何度も許し合えなかった悲しい記憶は証になる結構いいんじゃない？あ、そうだ、テノールがメロディーのところを練習したいんだが。私が苦手なところか。練習がすごく進む。ということでよろしく。あ、はい。まだ寝て言葉の儚さ叶わない約束いくつかはしてもなぜない。ま、九大点ってとこかな。本番まで3日。メロディーズ僕の影を隠すね叶った人気でもいないページはないねえ、ちゃんと音程合わせてよ。いや合わせてるし。もうやめたいんだけど。てかみんな心を一つにしろよ。ふざけんのも大概にしろよ。熱が入りすぎて泥沼とかす。ここまでやってきたし最後まで楽しもう。そうだな、絶対金賞目指すぞ。なんか一言ずつ言っていく系のやつありがち。私たちなら金賞いけるよ、精一杯歌おう。ということで、マンフォーサ最後に一言。あ、はい、まあまず皆さんね、音楽は音を楽しむって書きます。ですから、この合唱も楽しく笑って歌いましょう。伴奏者、先生みたいなことを言い出す。それじゃ、最後にエンジン組みますか。いやいや待て待て、エンジンまでしなくていってほら、ミスですミスミス、わー。緊張するね。前のクラスめっちゃ上手だし。私たちも全力を出せればいけるよ。私たちだって負けてないぜ。最高の合唱にしようね。逃げちゃダメだ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 。そんな緊張すんなよ。いつも通りすれば大丈夫だから。あ。音痴すぎて結局指揮者になった人ありがとう。続いては、3年4組の証です。レイテイツすればいいんだっけ？とりあえず指揮者に合わせないと。指揮者と伴奏者でレイをする心理戦が始まる。Thank you.
したら引き込む操作心でつぶやく僕が僕のイメージを君は君の夢をあなたに当たり前のぬくもりなくして初めて気づく寂しさ噛みしめて歩み出す勇気だいで溢れ出す涙が君の大気の前を見つめれば手が大変か気づけばあれは何度も許し合えなかったろう悲しい記憶結局賞は取れなかったけど、楽しかったから全てよし。なんだかいざ終わると寂しいよね。来年はクラスも別々だしね。ま、そうだな。てかマンドリル君って何だったの？